さあやっていきましょうか。続きですね、セブンスアニバーサリー、つむつむ全部紹介するまで終われまってん、限界突破やっていきます。続きまして、エリザベス・スワン、パイレーツ・オブ・カリビアンよりですね、この格好は多分ワールドエンドのエリザベス・スワンだと思うんですよね。はい、まあ、ちょっと休憩を挟んだのでハートも全て回復してるんですけど、ワンプレイで605エクスペリエンスはまあ無理なんですけど、じゃあ他のミッションにしろよって言われたらそれまでなんですが、他のミッションがね、ちょっとね、友達にコインをあげるためのミッションになってるんで、ちょっとね、それはね、本名の方もいらっしゃったんで、ちょっとこれ出せないなということでしたんで、ということでしたんで、まあ、ちょっとね、その1個しかミッションを選ぶことができないという状況でしたんで、まあ、無謀ながらもできるところまでチャレンジしていきたいと思います。まあ、なんならね、こうね、なんて言うんだろうね、1回のワンプレイで自分がどのくらいその、経験値を得られるのかって、こういうミッションとかやってみないと見えないもんですからね。はい。にしてもエリザベス・スワンもね、なかなか贔屓の女性ですよね。結婚したその日に旦那いなくなるっていうね。で、何よりもね、ワールドエンドの時のね、バルボッサが最高ですよね。バルボッサ、結婚の仲人やってくれって、あー、ワリーが今忙しいんだーって、あー、頼むよーって言ったら、わかったーって、今日ここにお集まりの皆様、今日は、はーお前を八つ裂きにする日だーとかってね、もう、あの時のキャラも最高でしたよね。本当に。あんなコミカルな海賊がいるんだったらもうついていきますよ。まあ、残虐なキャラであることはまず間違いないんですけどね。うん。残虐であることは間違いないんですけど、なんだかんだで人情深いですよね。だって、自分を殺した張本人である、さ、ジャック・スパロウをさ、死の世界まで助けに行ったりしたりとか、ねえ、それからやっぱり、人の親だったっていうのも最後の海賊で相まみえたりとかしましたよね。うん。ということで、あと61エクスペリエンスで今日のミッション全部クリアできそうですね。はい。ということで、エリザベス・スワンは夫ウィル・ターナーを呼ぶというそんなスキルでした。はい、じゃあ。